商品レビュー専門の J です。皆さん、80年代ロックって好きですか？あーなんかいいサウンドだな。特に低音がズシズシきて。あの作り、今のポピュラー音楽とはちょっと違うんですよね。ただそういう音楽、新しいヘッドホンで聞くと、なんか違うんですよね。かといって昔のヘッドホンを引っ張り出してくるの。それもそれで嫌ですよね。特に昔の普及価格帯、わざわざ引っ張ってくるほどの価値もないような気がするんですよね。でも昔のあの懐かしい音を聞いてみたい。しかも今のいい音で。今回 B クール様から提供を受けました。こちらのイヤホン。これは80年代のあの嬉しい音が聞けますよ。デザインはシンプル。金属製の樽型ですね。砲弾型とは言えない。砲弾型に近いけど、それよりもっと滑らかな形ですね。プラグの形 L 字型ですね。少しバンパーとかの逃げがありますけど、まあ、干渉する可能性はあります。そう、実際聞いてみました。まずは80年代のロック。低音とベースの迫力、バンバン伝わってきますね。あの、昔のヘッドホンで聞いた、あの音が蘇ってくるんですよね。ただ、このイヤホン自体は新しい設計ですので、デジタルなシャープな立ち上がり、しっかり再現されてますね。ただ、低音の迫力を出した一方で、クラシックのようなワンポイント録音のものですと、この低音の音がすごくブーミーになってしまうんですよね。まあこれは安い価格帯だと両立できないのかなって私は思ってしまいますから、割り切りが必要なんですよね。クラシックに特化するか、それかポピュラーとかロックの方に振るか。で、これはポピュラーとかロックの方に完璧に振ってますね。ワンポイント録音ですとちょっと音が混じっちゃう。そんな感じがある。マルチトラック録音とか、いわゆる録音ゲージというもの。そういうものだとしっかり聞こえますね。まあ、あとアルミ製ですので高級感ある。所有する喜びもありますね。ロックの迫力を求めてた人、ぜひこちら、B クールのイヤホン、試してみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。